日本共産党の佐々木健翔でございます。最初に、浅川参考人にお伺いします。虚偽報告で年金資産を失った基金の加入者、受給者等関係する人たちが88万人、損害を与え、場合によってはですね、中小零細企業の倒産に至るという事態であります。で、浅川参考人はですね、こういうやり方を途中でやめようというふうには思いませんでしたか。浅川参考人。何度かやめたいと思ってます。それは何かと申しますと、例えばリーマンショックとか、そういう時に全部正直に出してやった方がいいなと思ったこともありました。ただ先ほど某所に言いましたけど、リーマンショックの時はプラスになっちゃってて、結局出し場がなくなっちゃって、それでもう一つはお客様に対してやっぱ損したままでお返したくない、返してならないという自分なりの責任を感じていたものですから、それが未だに今までいった、今は続いたというのが実情でございます。委員長。佐々木健翔君。中小零細企業の集まりでありますこの総合型年金基金、まあそういう性格をですね、承知しながらですよ、虚偽報告をして、まあ事実上食い物にしてきたと言わざるを得ません。損失を隠し続け、自分たちの報酬は年金資産から受け取る、金儲けのために年金資産を利用したとしか言いようが私はないと思うんですよね。そこで具体的に聞きますけれども、2009年に、証券取引等監視委員会の ITM 証券への、調査ですね、これを受けたときに浅川参考人はこの監視委員会に事情聴取をされたことはありますか。浅川参考人。監視委員会からは事情聴取されておりません。金融庁からのヒアリングという形になっております。委員長。佐々木健翔君。あなたはですね、こういう発言をされているというんですね。私自身も事情聴取を受けたと、変な噂をされて頭にした、何もなかったので安心してください、まあこういうふうに言ってですね、年金基金の側に説明をしたと、そして、預けてくださいというこの売り込みをやったという事実はあるんでしょうか。浅川参考人。私はそういうような営業をしたことはありません。委員長。佐々木健翔君。ではですね、あなたはこういうスキームを一体、どういうところで考えついたのか。国際活動はほとんどないようですけれども、タック成分を使って年金資金運用のスキームを考えたのはあなた自身なんでしょうか。浅川参考人。この死亡投資におけるスキームというのは当時は一般的でございました。で、日本の国内の信託銀行さんに関しては金額、例えば2億件から出るということはなくて、やっぱ大きな金額じゃなきゃできなかったという事情がありまして、死亡形式にして当時こういう形でのワンセットみたいな形をが通常でございました。で、これについては当時アイテム証券の方で作っていただきました。委員長。佐々木健翔君。西村参考人にお伺いしますけれども、あなたはですね、元山一証券マンで、この運用のプロであります。まあ、9年に及ぶですね、運用利回りの虚偽に本当に気がつかなかったのかですね、全国の基金に AIJ 投資顧問の運用手法を説明して、歩いたのはあなたではなかったのか、この点説明していただきたい。西村参考人。全国の各基金に回っていたのは当社の営業マンたちです。で、私証券マンですんで、
オプションの運用についてのプロではありませんから、まあ、オプションや先物取引は山一にいた19年間、その後アイテム証券を作ってからの十数年間一回もやったことがない状況です。委員長、健翔君。このエアジェ投資顧問にですね、資金援助をされて、あなたがケイマン諸島でスキーム作りに携わってきたっていう事実はありませんか。西村参考人。当社で、まあ、独立系の投資顧問に提供していたスキームはケイマンではなかったんですね。イギリスとフランスの、間にあるチャネル諸島でガンジーというところに当社の運用会社を作っておりましたので、まあ、そこを使うのが普通だったんですけども、まあ、ちょっとずいぶん前のことなんで、当社のこのスキームを作っこのファンドを作った担当者がもうすでにいませんので詳しいことは分かりませんけれども、長谷川社長も以前からファンドを お持ちでしたんで、まあ、そういった中で、まあ、ケイマンというのが出てきたのではないかというふうに思います。まあ、ちょっと詳しい設立の経緯というのは記憶しておりません。委員長。佐々木健翔君。 AIJ はですね、浅川社長に聞きますけれども、2002年に顧客から預かった年金資産を運用するために、営業ケイマン諸島に AIJ、グローバルファンドを設立をしたと。でこのファンドに対してですね、イギリス系の大手監査法人が監査を行って定期的に、この監査報告を提出していたというふうに言われておりますが、この監査法人は何という会社ですか。浅川参考人。つい直近まではグランドソントンで、今 ODA ですかね、ちょっと今忘れましたけど、つい直近の変わってるもんですから、以前はずっとグランドソントンでずっとやっておりました。委員長。はい、浅崎このグランドソントンがですね、提出をした監査報告書はですね、このバージン諸島にある AIJ 関連会社エイムインベストメントアドバイザーズ AIA ですか、そこに対してと、それからもう一つは ITM 証券に対してこの封書で送付されていたということを報道されていますが、事実でしょうか。浅川参考人。事実だと思います。委員長。佐々木健翔君。で浅川参考人はですね、2004年頃からこの監査報告書が届いたら、開封せずに AIJ に渡しなさいということを ITM 証券に指示していたと、言われていますが、これは事実でしょうか。なぜそのようなことを指示したんでしょうか。浅川参考人。この件につきましては現在強制調査中ということもあって申し訳ありませんが、微妙な意味を込めてますので、ちょっと発言は差し付けたいと思います。委員長。佐々木健翔君。これは極めて重要な事実でありまして、回答がないというのは私はおかしいと思うんですよ。浅川社長はですね、この監査報告書を、一切隠して、でその上で、改ざんを行っていたと。でしたがって、虚偽の報告を作成をしたわけであります。で ITM 証券の社長に聞きますけれども、浅川氏からですね、この、監査報告書については開封せずに私のところに届けなさいと、こういうふうに言われていたんじゃありませんか。西村参考人。監査報告書についてはですね、当社で見ないで持ってくるようにというふうな形で、ずっと続いていました。まあ、最初の2年ぐらいは先ほどもお話ししましたように、当社で、見ていた時期もありますけれども、それ以降については見ないでそのまま AIJ に渡していたという状況です。
委員長。佐々木健翔君。そういうふうに言われておかしいと思いませんでしたか。西村参考人。先ほども申しましたように、それを渡してる途中で新規の募集をしているときにはですね、ネットアセットバリュー HSBC から送られてくるものと当社に AIJ から報告されるものが一致しておりましたので、まあ、これは信頼できるなという形でずっと続けてきていました。佐々木健翔君。この監査報告書をそのあなたのところにですよ、監査法人から直接送られてくるわけです。で、ですから宛先がですね、AIJ じゃなくてそのあなたの証券会社に来たわけですから、なぜそれ開封できないんですか。開封しないっていうのは不思議だと我々思うんですけれども、で、開封するなと言われて開封しないで渡した、それが異様な形になっていると思わないんですか。西村参考人。それについてはですね、現在監視委員会で調査中ですので、いずれ明らかになると思いますけれども、ここで言わせてもらいますと、まあ、当社と AIJ との関係はですね、当時 90% 以上の株を AIJ が握っているという親子関係にありましたので、まあ、まあ、命令と言われましたけども、まあ、言われたらまあその通りにやるという状況でしたので、まあ、他のことで先ほど言いましたようにある程度安心できるような状況だったので、まあ、監査報告書は半年以上遅れてきますので、まあ、そちらよりも日々のネットアセットバリューの方を信頼していたという状況です。委員長。佐々木健翔君。浅川参考人はですね、この監査法人の報告書を、事実上、まあ、握りつぶしてですよ、で、それを知った上でですよ、内容を知った上で、公認会計士に運用実績を改ざんした虚偽の報告書の作成を依頼していた。で、そういう事実はあったんでしょうか。浅川参考人。運用報告書につきましては要するにアイテム証券に流している情報とそれと一致させるために、今虚偽と言われましたが水増しのナブを作るように依頼しました。委員長。佐々木健翔君。これはですね、あなたはそのなんか虚偽を嘘をついた覚えはないとか、言って、先ほど答弁をされてましたけれども、実際の運用実績、そして、監査の結果、その報告書というものをですね、あなたは表に出すということを一切、させなかった。証券会社に来たものもですね、ITM 証券に来たものもですね、それを開封させず、自分のところに持って、来させて、それを隠しですよ。で、その上で、それと全く違う数字をですね、計算上、ついつまが合うような形で、報告書を作って、それで、基金の、年金基金の担当者に、お金を預けるようにと、まあ、こういうセールスをして歩いた。これは明らかにですね、事実を偽って、それを報告しですよ、その上で、自らの利益を図ったわけですから、これは明らかにですね、違法であると、そういう認識はありませんか。浅川参考人。運用報告書につきましては、実は金融庁に出した一社、金融庁に出した、2010年の3月期と2011年の3月期だけでございます。でも昨年出しただけでございます。で、お客様に出したのは、これをもってお客さんのところに該当したわけじゃありません。お客様が買った後に、どうしても連結決算で必要だということで、その一社のお客さんだけに出したと。これが事実でございます。委員長。佐々木健翔君。まあ、大体
デリバティブ取引でですね、ずっと損を出していながら、それを隠して、儲かっているかのようにですね、報告書を作り、年金基金を騙したと、その罪は極めて大きいと言わざるを得ないと思います。で、したがって、その徹底した調査をですね、我々は求めますけれども、当委員会としても、証人喚問等、真実を明確にさせていく必要があるというふうに思っております。以上で終わります。